ニュースをお伝えします。国中の少年団員の忠誠の手紙リレーの参加者が4日、マンステの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン国防委員長の銅像に花籠を捧げました。平壌市と各道の手紙リレーの参加者はキム・イルソン主席とキム・ジョンウン国防委員長の銅像のあるマンステの丘に向かって平壌の街を走りました。凱旋門を通ってキョンジマ銅像の前の道路に至る平壌の沿道で市民と生徒たちが祝福を祝いました。マンステの丘に登った忠誠の手紙リレーの参加者は不正室の偉人たちの銅像に献花し心からの敬意を表しました。労働党の高齢者保護政策により長寿者が増え続けている中、平壌南道の老人ホームで暮らしているユン・チュン・ランさんが100歳の誕生日を迎えました。敬愛する金正恩総書記がユンさんに誕生日祝いの贈り物を贈りました。朝鮮労働党平壌南道委員会キム・ドー・イル責任書記をはじめ党の党政権機関の人と老人ホームの従業員雇用生が労働党の施策によって恵まれた余生を送っている長寿者を祝いました。朝鮮労働党の人民大衆第一主義の政治によって新時代の平壌繁栄期に人民のまた一つの幸せの住処に移り変わった解ピョン地区が近距離でにぎわっています。人々の祝福の中入居する住民の顔からは立派な住宅を建てるため心血と労苦の管理を尽くした敬愛する金正恩総書記への限りない感謝の念が伺われました。テピョン地区の新居入りは全てを人民のためのことに徹底的に服従志向させ愛情でむつまじい幸せな大家庭を作る朝鮮労働党だけを信じした道で子孫万代に幸せで明るい未来があるということを改めて覚えさせています。ニョヒャン産医療機器工場で高性能の各種の医療機器の生産で成果を上げています。工場では近年50種余りの新製品を開発し歯科総合治療機と耳鼻咽喉科総合治療機各種の医療用ベッドなど数千台の医療設備と機器を生産して各治療予防機関に送りました。各地で薬草をたくさん植えています。各地の勤労者の奮闘により4月から現在まで数千ヘクタールの面積に薬草が植えられまた薬種の原料となる200万本の木々が植えられました。平壌市では効能の高い各種の薬草の種まきと植樹を適宜に行って薬草の生産を増やせる確たる土台が築かれました。両岸道内の勤労者は工程別作業をきちんと行い60万本余りの薬草を植えました。関運道とハムギョン北道では薬草の品種配置を科学的に行った上で生物活性飼料と有機栄養液肥料を質的に施して薬草の肥大管理を技術的に行っています。ハムギョン南道では薬草の活着率を安全に保障するため必要な対策を先読み通して立てています。以上でこの時間の放送終わります。新ヨギルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。空港にまで出迎える。1904年2015年8月10日、2015年の東アジアサッカー連盟女子東アジアカップ競技大会で優勝した朝鮮の女子選手が平壌空港に到着しました。敬愛する金正恩総書記が直々空港にまで出迎えました。競技の全サポーターと愛愛の伝聞も送った金正恩総書記が女子イレブンを空港に出迎えたのです。総書記は選手たちの手を一人一人握って熱く祝った後皆と一緒に記念写真を撮りました。そして党と政府人民皆の名で改めて熱く祝うとし選手たちに感謝しました。国の栄誉を果てた女子イレブンを迎える平壌の町と町は
数十万の市民の歓迎一色に飾られていました。女子イレブンを歓迎する国レベルの宴会と平壌市民大会が行われ、優勝した選手と監督コーチへの国家表彰式などが何日間も続きました。総書記が格別関心を持つ中、選手たちは共和国の尊厳と家を馳せた凱旋将軍に押し立てられました。その前の競技大会で優勝した時も選手たちに会って高く評価し、深い配慮を寄せた総書記でした。大いに力づけ励ましてくれるその恩情は、競技ごと連戦連勝できる源でした。その恩情あって、2013年と2015年に相次いで優勝した朝鮮の女子イレブンは、2017年に再び優勝し、大会3連覇を果たしました。空港にまで出迎える。高大師とお話ししました。需要に応じて諸村人民の間で天然の薬種で製造したコルヤクエの需要が日増しに高まっています。平壌の各コルヤク工場では、医薬品の品質向上と新規製品の開発に努めています。創業コルヤク工場では、原料の選別と切断、濃縮工程などを医薬品の生産と品質管理の基準に合わせて確認し、コルヤクのクオリティアップを図っています。先頃はコルヤクの有効成分を短時間に抽出、ろ過する生産工程を新築して、コルヤクの効能をさらに高めています。ピョンチョンコルヤク工場では、一般用医薬品と常備薬の生産に力を入れ、先進技術を心と取り入れてコルヤクの種類を増やしています。特に風邪の治療と予防に効き目のある錠剤と液剤を積極的に開発し生産しています。春後コルヤク工場とトンデウォンコルヤク工場、モランボンコルヤク工場でも、人体の免疫強化と病気治療に役立つコルヤクと、いろいろな健康食品を積極的に開発し生産しています。献身的な努力は報われ、人民の生命の保護と健康増進に役立っています。需要に応じて広大してお話ししました。